第18回10月国家資格キャリアコンサルタント試験学科試験対策講座のガイダンスを始めます。私はキャリアコンサルタント課の大森と申します。よろしくお願いします。はい、学科試験対策講座というところでレックではですね、3講座ほど用意しておりますけれども、レックキャリコン養成講座自体が、そもそも今年ですね20周年になっておりまして、資格試験合格のレックということで、42年間にわたり、様々な資格の受験勉強受験指導をしてまいりました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しております。レックのキャリコン試験対策講座はキャリアコンサルティング教育家向けの試験対策講座です。講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。ではちょっとスライドの方に切り替えさせていただきますね。はい、学科試験対策講座ということですけれども、学科試験は2団体とも同じ試験内容ですけれども、実技試験の内容が異なりますので、お申し込みの際にはご注意ください。でレックの方の今回ご紹介するコンテンツとしましては、学科試験対策講座の中の学科特訓ゼミ、学科過去問ポイント講座、学科統計資料スピードマスター講座、3つとも通信ですね、ウェブ通信で見ることができます。右下 の, QR コードからお申し込みいただければなと思いますので、ご説明を進めていきたいと思います。まず1つ目なんでこんな感じですね。難しいっていうか、基礎編っていうんですかね、初学者向けには学科特訓ゼミで、過去問の分析、過去問から分析している講座なんですけども、こちらは学科過去問ポイント講座ですね。過去問からですね、回答への導き方を学びたい方におすすめです。で学科特訓ゼミというのは、基礎編っていうか初学者向けと言いましたけれども、もう試験範囲が広すぎて、勉強の仕方がわからない方、キャリアコンサルタント養成講座でいろいろ学習したんですけれども、テキストの量が多すぎてポイントが絞れない方におすすめです。で一番下のですね、学科統計資料スピードマスター道場というのは、結構統計資料がですねあちこち試験に出てくるんですけれども、白書とかですね、統計資料からの出題問題がとても苦手っていう方、逆にですね、統計資料が大好きっていう方にも人気の講座なんです。では一つ一つちょっと順を追ってご説明していきたいと思います。まず学科特訓ゼミなんですけれども、講義内容はキャリコンの学科試験に必須の基礎知識を演習形式の講義で定着させる講座です。レックキャリアコンサルタント養成講座のテキストをもとに作成したオリジナルテキストとレジュメを使用していきます。どんなものかと言いますと、レックキャリコン養成講座のテキストって実はですね、ちょっとここに準備してきたんですけども、こんな5種類ありましてね、でちょっと結構量がこういっぱいあって、これちょっと読むだけでも嫌になっちゃうじゃないですか。それでこの中からですね、基礎的な内容ばかりですけども、そういったところを絶対知ってなきゃいけない、間違えてはいけない問題ですよね、基礎内容って。それをですね、このテキスト1冊にギュッとまとめたテキストがついてます。字はちょっと若干普通のテキストの字よりもちっちゃめで、ギュッと詰め込んでますけどね、字ばっかりですけども、これに1冊にまとめておりますので、結構このテキスト好評ですね、まとまってると言って。でさらにですね、このテキストを読むのがちょっと大変だなっていうことで、こういうレジュメをですね用意していまして、これはサブノートって思っていただければいいんですけど、だいたい重要なポイントをこうなんですか、カッコ抜きでこう、テキストを読みながらここ埋めていくっていう作業をするんですけども、それで赤ペンとかで書いておいていただければ、こういうね赤い下敷きで後でこうで合わせてね、こうやって見ていただければ使える、サブノートがついてます。レジュメですね。でこれとテキストがついているっていう学科特訓ゼミですね。はい。で講座時間が一応ウェブですけれども、講座時間が7時間、演習時間も込みで、こう皆さん一緒に講座聞きながら、じゃあ今演習でこの括弧の中に
入れていってください、今読んで入れていってくださいみたいな形で演習時間も取ってありますので、聞きながらもう一緒に勉強できるっていうような形になっております。で、今度ウェブ配信期間っていうのがありまして、これはですね一番最初年度で切り替えてましたますので、2021年度版ということで4月かな、3月ぐらいに収録したんですかね。で3月31日来年の3月31日までずっと見れますので、何回でもね。はい。そして受講料です。受講料は、レック受講生の方は、レック養成講座受講生の方は13,600円、一般価格の方は17,000円ということで、まあ、2割引きって感じですね。もうこのオリジナルテキストとレジュメがついてますので発送させていただきます。印刷してね発送させていただきます。はい。じゃあこう書きながら覚えるタイプの基礎編の方でした。で、あの先生はですね、これ担当している先生は南英一先生といって、あの大阪の大阪弁でやっていらっしゃいますけど、ちょっと面白い先生ですが、特にですね、あの社労士のとでいらっしゃるので、すごいあの労働法関係のところはとてもあの詳しく説明してくれていますのでね、ぜひ受けてイメージられるといいと思います。はい。では次の講座の説明いきますね。学科過去問ポイント講座、これもウェブです。講義内容は第1回試験からの品質分野、よく出題される分野の分析がされていて、で、および第16回17回過去問問題を分野別、法律、統計、理論、その他に分析して、回答への導き方を学べます。講義ではキャリアコンサルティング協議会、2021年度キャリアコンサルティング関連情報集を使用します。事前にキャリアコンサルティング協議会のホームページからご購入の上ご受講くださいってことなんですけども、キャリアコンサルティング協議会の情報集というものがですね、こういう、キャリアコンサルティング関連情報集っていうのが出てまして、毎年ね。これの今回は2021年度版で、これちょっとピンクっぽいやつです。毎年色が変わってますね。で、大体この情報集っていうのは、これを使って、大体このキャリアコンサルティング協議会が、もともとあのキャリアコンサルタントになって、でその後引き続き継続学習としてあの見てもらいたいっていうふうに思いで作られたと言われてるんですけれども、結構ねやっぱり試験団体が作っている本で重要だなと思われるところが、まあ、試験によく出てるなと私は感じてまして、で、まあ、この テキストを使って、この教材を使って、まあ、講座を進めている内容になってまして、まあ、過去問をですね、あの分野別にこう分けて、まあ、過去問の説明をこの情報集に載ってるところは情報集で説明をしていってるっていうような形になってます。で、あの過去問なんですけども、過去問、まあ、こういう過去問ありますよね。これ17回試験の過去問ですけども、これはですね、あのこう通学の講座、通信でこれをダウンロードするようにレックではできませんのでね、著作権の関係上。だからこれもキャリアコンサルティング協議会の試験のところからご自身でダウンロードしていただいて、それの、あの問題はご自身で準備した上で講座を受けていただく。で、回答解説をしながら、あの、どういうところが分析してますのでね、整理して分析して分類されてますので、で、どういったところが出やすい。こういうふうに出されているので、こういうふうに考えましょう、みたいな話をしてくれています、先生が。特にね、あの、藤原先生、すごく説明が お上手なのでね、あの、わかりやすいと思います。で、あとですね、これに関連してといいますか、まだ続きがちょっとありまして、ね、講座時間なんですけども、まあ、同じく7時間、ね、でウェブ配信期間は学科試験、ね、あのある日10月31日の夜中っていうんですかね、朝っていうか、うん、まで一応配信はされています。なので早めに、ね、お買い求めいただいて勉強されるといいと思います。で、受講料はレック受講生が13,600円、一般価格が17,000円。これはね、教材費は先ほどの情報集別ですのでね、こちら情報集の金額は後ろに載ってる2200円と書いてありますのでね、こちら別でお買い求めいただくことになりますけれども、レックのね各本校では販売しておりませんので、あの必ずキャリアコンサル協議会の方でお買い求めください。レック養成講座の受講生の方はね、これ皆さんお持ちだと思いますので、はい。
で、これに関連しまして、こういう書籍が、このちょうどですね、この学科過去問ポイント講座を、実はですね、分析の担当している先生が小沢先生という先生なんですけども、この右下のちょっとこう、可愛らしい絵になってますけども、この回答解説の制作の方ですね、担当している小沢先生が、これ作った本なんですね、この外版書籍。で、これ、まあ、ちょっと中身がこう論点テキスト、一応論点、こういったところで出やすいところをちょっとテキストとまとめているテキストと、あと予想問題入ってますので、予想問題も入ってます。そういうちょっと書籍もよ販売しましてね。で、一応税抜き価格は2700円で、税込みだと2970円という形になってますけども、まあ、リックの養成講座受講生の方なんかは、まあ、55ポイントっていうのがついてますからね、ポイントでも購入できますし、まあ、試験対策講座も全然55ポイント全部使えます。あとですね、これ、こういう帯つけたんですけど、最近。こう宮城真理子先生ってキャリコン界で有名な先生がいらっしゃいまして、この方、ちょっと推薦してくれたっていう本でね、ちょっとこう帯つけちゃいました。宮城真理子先生推薦っていうことでね、力作の著書ですね、っていうふうに言ってくれてるんですけど、わかりやすいですよって書いてくれてます。あとこの本は、まあ、第1回目の試験から、まあ、だんだん2020年度実施の第15回試験までの過去問の分析と予想問題100問入ってるんですけども、第16回試験以降の分析につきましては、この本書購入者特典といって、このちょっとペロッとめくっていただきますと、ここにあるんですけど、申し込みが、これ本書買ってもらった方は動画が見れるようになってます。で、無料分析講座ということでね、動画が見れますので、試験後に都度アップしてます。なのでこちらもね、ぜひ一緒に学科試験の勉強の時に過去問分析のこの取説ですね、合格の取説購入していただければなと思います。はい、では次のやつですね。で、これ一応2級技能士も使える、2級技能士の方の過去問とかも一緒に分析して載せてますので、2級もし目指す方もこれ引き続き使えますので、はい。次のこれ、学科統計資料スピードマスター道場っていうね、ウェブ、これもウェブですけども、講義内容が、白書統計資料は毎年の情勢により内容や数値や刻々と変化します。当講座は過去問の出題傾向をもとに、今発表されている白書統計資料のポイントを講義し、演習問題を通じて身につけることができます。こちらもですね、オリジナルテキスト付きとなっております。テキストがですね、ちょっとお見せしますね。結構ね、これ先生の力作なんですけども、びっくりしますよ。これこんなにいっぱいついてます。ちょっとね、まあ3冊に分けてますけれども、印刷の関係上というか、まあ、これもしっかりとしたテキストで、厚みも結局こんな、学科過去問、学科の先ほどお見せした学科特訓ゼミよりちょっと厚いと思うんですよね。うん。そうですね。まあ、こういうしっかりしたテキストが、まあ、ついています。で、これで統計資料の方ね、しっかりと、どうやって解いたらいいのかっていう先生の解説とともに説明がされてますので、結構統計資料ってグラフとかこんなんばかりですけどね。どうやって見るのかとか、見方とか分かりますので、ぜひこちらの方もですね、好きな方は、すごい統計好きな方はね、逆にいいかなっていうところもあります。で、講義時間は5時間です。で、ウェブ配信期間は同じく10月31日まで。で、受講料につきましては、こちらはですね、レック受講生も一般の方も合わせ、両方とも同じ価格にしてあります。1万円です。で、テキストついてて発送いたしますのでね。で、こちら、いつも、レック養成講座では、おなじみの小松先生がお話ししてますので。で、中小企業診断士の先生でもありますので、こういう統計資料お得意なんですね。はい。ではですね、学科の講座、試験対策講座、ご紹介いたしました。あとですね、こう、お申し込みとかお問い合わせにつきましては、そうですね、養成講座終了後試験まで間が空いてしまうので、力を落とさないように、
さらに合格を確実にするためにレックの試験対策講座をご活用いただければと思います。ちょっとこちらですね、お申し込み方法、あ、失礼しました。お問い合わせ先はこちら、お申し込みお問い合わせ先はレック各本校、営業時間は各本校ホームページをご確認ください。またレックコールセンター、電話番号は 0570-064-464 です。こう時間はここに記載されておりますけれどもね。あとですね、試験に関するお問い合わせはですね、キャリアコンサルティング協議会の国家資格キャリアコンサルタント試験センターっていうところにね、ご連絡いただければと思います。はい、それでは学科の試験対策講座のご説明ご案内をこれで終了いたします。ありがとうございました。第18回10月国家資格キャリアコンサルタント試験論述試験対策講座のご案内をしていきたいと思います。私レックキャリアコンサルタント課の大森と申します。よろしくお願いします。はい、それではですね、ちょっとパソコンに切り替えます。こちら今回論述試験対策講座のお話ですけれども、こちらレックでは論述合格講座という講座をね、ありまして、ウェブ通信と通学と2つあります。まあ、レックのキャリコン養成講座はですね、まあ、今年20周年ということで、まあ、資格試験の合格のレックは42年間にわたり様々な資格の受験指導をしてきました。そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しています。レックのキャリコン試験対策講座はキャリアコンサルティング教育家向けの試験対策講座です。講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。特にですね、レックの論述試験対策講座なんですけども、藤原先生の指導はとても分かりやすいと評判ですので、ぜひ受けられると良いと思います。論述試験対策講座ですけども、講義内容は、まあ、指導実績豊富な講師、まあ、藤原先生講師ですけども、論述試験の分析をもとに、問題の読み方、回答作成へのアプローチ、独自の切り口から解説していきます。本講座では論述試験の回答ポイントの解説だけでなく、過去問3回分、予想問題3回、合計6回の演習を通じて、試験時間内に合格答案を作成する力を鍛えていきます。講義で使用した6問の添削指導がついています。で、講座時間が7時間。で、添削一応提出していただくんですけども、締め切り日決めております。10月5日火曜日必着になっておりますので、よろしくお願いします。で、ウェブ配信期間。ウェブの講座の場合は、ウェブ配信の期間がありまして、10月31日まで。で、受講料ですけども、受講料は通信、ウェブ、通学とも同額となっておりまして、レック受講生の方は、レック養成講座受講生の方は1万6000円。一般価格は2万円となっております。これは添削指導、添削ですね、赤ペンして戻してくれる、それが6回分ついてます。まあ、通信と通学のレジュメ同じものを使用しますので、まあ、講義内容も同じですのでね、どちらか皆さん通いたい方というか見たい方というかね、選んでいただければ。あと地域もね、通学やってる地域決まってますので、なのでそれ以外の方は通信で受けていただいたら良いと思います。添削提出日の注意点というのがありまして、結構細かく書いてあるんですけども、まずですね、通信ウェブ講座ね、通信講座は、教材はですね、オンラインスタディ SP っていう、ウェブ上にですね、レックのマイページっていうのがあるんですけども、そちらのオンラインスタディっていうところにありますので、ご自身でダウンロードしていただくことになってます。で、通信のウェブ講座は、回答用紙もダウンロードしてご自宅で印刷していただき、教材に掲載されている過去問3回分と予想問題3回の計6回分をご自身の回答を記入して、レックへ郵送してもらうことになっております。まあ、通学講座で受ける方はテキストとかレジュメとかは全部その現場でもらえます、回答用紙もね。ただ演習時間がとっても短い感じなので、やっぱりなので、ご自宅に書いてからゆっくり書いていただいて、で、通学講座の時に配布された回答用紙に記入していただいて、レックへ郵送してくださいっていうことですね。郵送返却を希望の場合は、別途、郵送返却オプション
ていうね、オプションで3300円払っていただければ郵送で紙を赤先生が赤ペン書いてくれたのをお送りすることができます。あとですね、添削課題の記入なんですけども、 HB 以上の鉛筆またはシャープペンシルをご使用ください。で、あとパソコンとかでね、バーッと入力したい方はすごい気持ちはわかるんですけども、パソコン等で出力しないで必ず手書きで提出するようにしてください。パソコン等で出力回答された答案は採点できませんのでご了承ください。あと添削締め切り日を過ぎても添削しますけれども、遅れた場合は添削のデータアップ、赤ペン先生してくれたデータをまたアップされるんですけども、スコアオンラインってところにアップされるんですけども、そこのアップが試験日までに間に合わない可能性も出てきますので、必ず締め切り日までにご提出いただきたいと思います。っていうね、ちょっと注意点があります。論述合格講座、どんな講座で、論述合格講座、ですね、レジュメがですね、こういった実技の手引きっていうね、藤原先生が考えたこうね、すごく論理的なやり方、考え方が載っている実技の手引きっていうレジュメ、この、ペラペラですのでね、何ページものかというと11ページぐらいありますけども、これとあとは過去問ですね、過去問の回答解説も、回答解説、過去問の回答解説ですね。ちょっと私の手元にあるのは14、15、16回って書いてありますけども、17、15、16か、今結局キャリアコンサルティング協議会に公表されている過去問3回分ですね、それを使って、で問題はですね、実際ダウンロードすることが、じゃあレックの方からダウンロードできませんので、キャリアコンサルティング協議会のところからダウンロードしていただきたいですね。それで回答解説が載ってます。一応例ですね、回答解説例。あとは論述の予想問題っていうのがありまして、論述の予想問題、これも3回分レックの方で若年者のパターンとか中高年のパターンとか女性パターンということで、新しい形式になったんですけど、論述試験がその形式にのっとって作成している予想問題3問ありますのでね、こちらもそんなにすごいテキストって感じでちょっとペラッとしたレジュメですけど、こちらは通信で受けられる方はこれをダウンロードして見ていただければなと思います。印刷するほどでもないかなっていう感じですけども、回答用紙だけはね、ちょっとダウンロードしていただきたいんですね。これ一応どの回のどの回とか、どの予想問題のどれなのかっていうのが全部準備はしてますけども、同じ回答をもちろん何回も出しても構わないですけどもね、第16回の種類かけて変えてみようとかね、もちろんいいんですけど、で、6回出せますよと。で、ここに回数入れるようになってまして、あと答案の締め切り日とかね、載ってますけど、こういう形で回答用紙。回答用紙がね、すごいこれは結構忠実に作ってありますので、これ実際の試験ね、これ問題用紙になってまして、論述試験。事例記録が載ってますよね、これ第17回試験で。あとは回答用紙がこんな風にダウンロードできますので、こちらの方はキャリアコンサルティング協議会の方の本当の試験の、それと同じようにちょっとレックの方も作成してありますのでね、こちら使っていただければと思いますけども、でこれをダウンロードして手書きで書いてくださいね。実際ね、論述試験も手書きで書きますので、その時間内に書けるのか、漢字書けるのかとかっていう、最近も漢字が忘れちゃって書けないわ、みたいなありますので、やっぱりしっかり書いて、手書きの訓練も兼ねてますので、手書きで出していただく。あとですね、HB の以上の鉛筆っていうふうに言ってたんですけど、こうスキャンして、書いたものを、皆さんから提出していただいたものを、こう、うちでスキャンをしてですね、で、先生の方にデジタルデータで送るんですよ。でデジタル上でこう赤ペン先生しますので、こう薄い字とかは読み込めない場合があるっていうことで、 HB 以上でお願いしますということですね。あとこう間違えちゃった時とかも、こう消しゴムでしっかりきれいに消していただかないと、ちょっと写っちゃうことがありますので、ちょっと気をつけていただきたいなっていうところがあります。あとこう楷書、崩していない字で書いてくださいねっていう注意点があります。
で、あとですね、回答用紙がレックに到着して、添削データがアップされるまで、先生とこに送って戻ってきてっていうのがありまして、やっぱ1週間から長かった10日ぐらいかかっちゃうことがあるので、締め切り日結構早めに設定されてるんですね。まあ、過ぎても、採点はもちろんしますので、はい。ということです。注意点ですね。まあ、こんな感じで論述。で、あとですね、国家資格キャリア試験対策講座の答案提出されるときには、やっぱり6回出していいですよっていうんですが、ご自身で封筒用意していただいたりしなきゃいけないんですが、こうラベルはちょっとこういうふうにダウンロードできるようになってます。通学講座の方もこの用紙お渡しするので、そうすると、この宛名ラベルをこう切り取ってペタって貼っていただければ、送れるようになってます。届くようになってますのでね。ぜひこちらもご利用いただければなと思います。はい。では、あとお申し込みお問い合わせ先ですね。お問い合わせ先。お申し込みお問い合わせは、レック各本校。営業時間は各本校のホームページをご確認ください。レックコールセンター、0570-064-464 でお申し込みができます。あとですね、試験に関するお問い合わせは、キャリアコンサルティング協議会、国家資格キャリアコンサルタント試験センターまでお問い合わせください。はい。はい、それでは以上になります。論述試験対策講座、ぜひね、受けられると良いと思いますので、お待ちしております。ありがとうございました。はい、第18回10月、国家資格キャリアコンサルタント試験、面接試験対策講座のご案内をさせていただきます。私、レックキャリアコンサルタント課の大森と申します。よろしくお願いします。はい。それではですね、面接試験対策講座、レックでは、かなり、1、2、3、4、5、5種類ですかね、講座ありますので、順番にご説明していきたいなと思います。コンテンツとしましては、面接試験対策講座は、一級技能士が教える、面接合格ウェブ道場。これはウェブ通信の講座になっています。次は、マンツーマンで合格を目指す、ロールプレイサポート。こちらはオンライン、ズームでやっております。マンツーマンですね。マンツーマン講座です。で、三つ目、傾聴からチェック、面接合格講座。これ、通学講座です。で、次が、一級技能士が教える、面接合格講座、これは通学です。で、最後に繰り返し練習面接合格講座、これはですね、レック生限定としております。レックキャリコン養成講座受講生限定ですね。これ通学講座ですとなっております。レックのキャリコン養成講座なんですけども、今年で20周年なんですね。資格試験合格のレックは42年間にわたり様々な資格の受験指導をしてきております。まあ、そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しています。レックのキャリコン試験対策講座はキャリアコンサルティング協議会向けの試験対策講座です。まあ、講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。キャリアコンサルタントの試験、難しい点はですね、やっぱり実技試験に面接試験があることでしょうね。レックでは通信、ウェブ、オンライン、ズーム講座、通学講座と受講しやすい形態を用意しておりますので、順にご説明いたします。まず、ウェブ、オンライン、面接試験対策講座ですけども、こちら。ウェブ講座として、ウェブ通信講座としましては、一級技能士が教える面接合格ウェブ道場っていうのと、あとオンライン、ズームでは、マンツーマンで合格を目指すロールプレイサポートっていうのがありますけども、まあ、養成講座受講生も実務試験、実務経験で受験される方も、まずはですね、この一級技能士が教える面接合格ウェブ道場でロールプレイの見本が見れますので、見本を見てからマンツーマンで合格を目指すロールプレイサポートっていうのを、講座をですね、オンライン、ズームでマンツーマンで受けれますので、教えてもらいます。を受講することをお勧めしています。コロナ禍でね、集合研修が心配な方もご自宅で受講するができますのでご安心ですね。で、次もう一つは通学講座ですね。通学講座は3種類ありまして、
慶長からチェック面接合格講座、これは関東と関西でやってます。一級技能士が教える面接合格講座、こちらも関東と関西でやっております。あと繰り返し練習面接合格講座、こちらはですねレックの養成講座受講生限定の講座なんですが、こちらは関東関西静岡名古屋でやっております。まあ、こんな形でですね、順番にこれを受けていただければいいかなと。まあ、基礎的な内容なんですよね、この、慶長からチェック。で、その次、一級技能士が教える、繰り返し練習っていうふうに順番にこう受けていっていただければいいかなと思っているような矢印で流しているんですけれども、まあ、こちらもね、さすがに3つ受けるのは、あとね、本当に、まあ、本当だったら全部受けていただきたいなっていう流れにはなってます。ウェブで受けていただいて、マンツーマンで受けていただいて、とはいえですね、面接試験は対面で、ロールプレイを実施するので、まあ、するのでですね、まあ、限りがあるんですけども、実施本校とか、日数もありますので、日程とかね、合わないこともあると思います。で、と限りがあるんですけども、やっぱり通学講座でね、実際、面接試験と同様に15分間のロールプレイと口頭試問の実体験をすることをお勧めしたいですね。まあ、本当はね、この上から順番に受けていただくといいなとは思っているっていうお話もしたんですが、もちろん予算もあると思いますので、ご自身の今の現在のロールプレイのスキルによって選択されても良いと思います。まあ、ロールプレイの基本となるね、カウンセリングスキルである、こう、見直せるところが慶長からチェックってやつなんですけども、あとはキャリアコンサルタントを指導する、まあ、スーパーバイザーですね。スーパーバイザーが一級技能士からの指導を受けられる一級技能士が教える面接合格講座。まあ、レックの受講生は面接試験前の最終チェックにレック生限定の、繰り返し練習ってやつを受けられるといいかなと思います。それでは各講座の違いっていうところをお話ししていこうかなと思います。まず一級技能士が教える面接合格ウェブ道場なんですけれども、講義内容は講師、まあ、一級技能士による国家資格試験対策に必要な試験内容の理解、カウンセリング技法、カウンセリングに必要な知識の講義の後、コンサルタント役とクライアント役の模擬ロールプレイ、口頭試問を講師が面接官としてチェックし、その後フィードバックを行っています。試験に出る学生、男性、女性と3つのパターンを網羅しています。で、講座時間は3時間。ウェブ配信期間は11月20日まで。で、受講料は、レックの受講生は、と一般価格ともに1万円としております。講師がですね、関西の内藤先生、一級地の技能士の内藤先生になっておりますね。まあ、これはですね、まあ、一級技能士の内藤講師っていうのは、まあ、国家資格キャリアコンサルタントの上位資格のキャリアコンサルティング2級とか1級技能士検定対策講座っていうのを担当されてたりとか、あと書籍も多数出版している講師なんですね。面接ロールプレイとはどのようなものか、動画で視聴したい方におすすめの講座です。ということでね、内藤先生、ちょっとすごい書籍もいっぱい出している、関西の方で本当有名な先生なんですけれども、まあ、面接試験の構成と評価区分の理解からキャリアコンサルティングの進め方といったロールプレイの基本的な概要に加えて、ロールプレイの展開に必要なテクニックを学ぶことができます。レク養成講座の講師が筑後をもとにコンサルタント役、クライアント役っていうのがね、養成講座の先生がやってますので、まあ、演じてるわけですけども、まあ、3つのパターンを演じていますね。で、内藤講師が試験官となり、口頭試問、ロールプレイで陥りがちな9つのパターン、アプローチポイントを説明する、しているという内容です。この動画ですね。まあ、通信ウェブ講座なので、全国どこからでも視聴可能ということでお勧めしています。あと、通学講座にも、一級技能士が教える面接合格講座っていうのがあるんですが、こちらもですね、テキスト、レジュメはですね、内藤先生が作っているもので、まあ、基本的には通信ウェブも通学講座の講義の内容っていうのはおおむね一緒なんですね。通信はパワーポイントで説明しているし、通学はワードのレジュメでしています。まあ、大きな違いっていうところはやっぱり、こう、
通信ウェブの講座は3つの蓄音記録をもとに面接の動画を見ていただいてケースの解説をされしてるんですけども、中学講座は、まあ、個別のロールプレイの癖とかですね、課題を一級技能士から直接フィードバックをもらえるっていうことがね、やっぱり一番の大きな違いかなと思います。はい、では続きましてはロールプレイサポートですね。オンライン講座になります。これは講義内容は、まあ、ご自宅からね、Zoom で面接トレーニングは受けることができます。まあ、ステイホームでロールプレイ演習の機会が少なくなり、試験を不安に思っている方におすすめです。クライアント役を講師が担当します。マンツーマンのロールプレイによりしっかりトレーニングができます。ロールプレイを踏まえたフィードバックを受け、自身の改善点を把握することができます。で、講座時間は1回1時間となっています。受講料はレックの受講生が8,000円、一般価格は1万円です。これ担当講師スケジュールなんですけども、下記ホームページ、もうマンツーマンなので一人決まったらもうそれは入れないということになっちゃいますのでね、下記ホームページ都度更新していますので、ご確認くださいということでアドレスつけてありますね。レックの試験対策講座のマンツーマンロールプレイサポートというところにアップされてます。この QR コード読んでいただければ出てくるようになってます。まあ、受験申請してから試験までの間、ロールプレイの練習ができない状況で不安に思っている方におすすめですね。まあ、特に良いなと思うのは、こうマンツーマンで先生が見てくれるっていうのがいいかなと。まあ、練習とはいえですね、まあ、クライアント役も結構重要かなと。家の人を誰かね、捕まえてちょっとクライアント役やってってもなかなかね、うまくできないかなと思うんですけども、この講座ではですね、講師がクライアント役を担ってますので、こう試験に乗っ取った練習ができるんじゃないかなと思います。結構ね、受講生同士とか友人同士で練習しててもね、お互い良いところをちょっと褒め合って終わっちゃうなんてこともお聞きしますので、まあ、自身の改善点を把握すること結構難しいじゃないですか。だけども、この講座はマンツーマンで、講師からの的確なフィードバックをもらえますので、すごい改善点を把握することができます。ぜひこれマンツーマンの講座ね、受けられるといいと思います。はい、ではですね、続きまして次通学講座の方の説明をしていきたいと思います。傾聴からチェック面接合格講座なんですけども、こちらの講義内容は国家試験では傾聴がしっかりできているかどうかが合否の大きなポイントなんですね。この講座では、そもそも傾聴って何とか、具体的には何をすればいいの、頭で分かってるけど実践できないなどの悩みに対してお答えします。講座時間は1日1時間です。定員あります。人数がね。実施場所は関東と関西ですけども、各クラス12名。最小最高人数が6名となっております。で、受講料はレックの受講生は1万6000円。一般価格が2万円ということでなってますけどもね。講師がね、結構います。担当講師が。上段がですね、関東の黒田講師、西村講師、須藤講師。で、関西の方は、吹田講師、吉見講師って感じでね、並んでいます。そうですね、まあ、気持ちの受け止め方とかね、クライアントが発する状況、事実、気持ちの中から、気持ちの拾い方、あと気持ちの応答の仕方、まあ、話の重要部分を深掘り方法っていうね、そういうのを深く掘る、掘っていくっていうのがわからない方、まあクライアントに気づかせようと誘導してしまったりとか、あと一方的なアドバイスをついしてしまう方、あと口頭諮問の受け答えがわからない方っていうね、そういった方におすすめの講座になってます。まあ、受講生3名につき講師が1名入りますので、フィードバックの時間をしっかりと取ります。まあ、コンサルタント役としての練習は、まあ、2回できますかね。他の受講生の方のフィードバックもとても参考になると思いますので、ぜひこちらね、じっくり復習されたい方、参加されるといいと思います。はい。じゃ次の講座ですね。先ほどのウェブの通学版です。一級技能士が教える面接合格講座通学です。こちらの講義内容は、
キャリアコンサルティング協議会の実技、面接試験で求められるスキルを身につけることができます。キャリアコンサルティングの進め方、カウンセリング技法を振り返り、ロールプレイ、口頭諮問の練習により面接力を高めます。一級技能士からの実践的なトレーニングと的確なフィードバックにより、試験に向けて自身の課題を明確にできます。講座時間は、1日やっぱり7時間。定員、実施場所は関東と関西です。各クラス9名となっております。ちょっと少人数制ですね。最小最高人数6名だったなってます。で、受講料はレック受講生が1万6000円で、一般科が2万円ということでね、の内藤先生ですね、先ほど左上の内藤先生と、岩井先生は関東の先生、あと下の2名の方も金子先生と木村先生も一級技能士の、皆さん一級技能士の先生です。まあ、一級技能士って何ですかみたいなことですけども、すごいキャリアコンサルタントをですね、指導するスーパーバイザーですね。一級技能士は個人の相談支援を高い水準で的確に行うキャリアコンサルティング能力を有し、組織への働きかけや関係者との連携などのコーディネート能力が求められ、キャリアコンサルタントからの相談に対して不安を解消し、気づき、成長を促すような指導、アドバイスができるレベルの方が一級技能士です。すごいですよね。レック、養成講座先生とか、まあ、一級技能士の先生結構いらっしゃり、増えてきたのでね。で、養成講座でですね、まあ、練習してきたものの、まあ、講師から直接なかなかなんかフィードバック受けられる機会少ないと思うんですけども、まあ、自信が持てない方におすすめの講座です。クライエントの不安を解消するのがキャリアコンサルタントですが、そのキャリアコンサルタントが不安では、クライエントに伝わってしまい、安心して相談することができません。こういうところがやっぱ見られるわけですね、試験でも。自身の課題を明確にすることで、面接試験でクライエントに自信を持って接することができるようになります。まあ、少人数制でロールプレイを実施しますので、講師から必ずフィードバックをもらえますので、ね、ぜひ受けていただけるといいと思います。はい。次の講座ですね。繰り返し練習、面接合格講座通学。こちらの講義内容は、この講座、1グループに1名講師がつく少人数の講座で、徹底的に繰り返しトレーニングを行い、合格を目指します。講師からのフィードバックを受け、傾聴力、非言語、言語、関わり方を深めていって、面接の評価区分である態度、関係構築を高め、展開、具体的な方策、自己評価、問題把握は口頭諮問で的確に答えられるようサポートし、合格に近づけます。はい、こちらは講座時間が 3.5 時間。夜間、夜やってることが多いですね、平日の夜。で、定員が実施場所、関東、関西、静岡、名古屋。各クラス6名、少人数ですね。最小最高人数が3名です。で、受講料が8000円となってます。まあ、この講座はですね、レック生限定ですね。申し込みの際に受講資格を確認します。ということです。こちらはね、いろんな先生がたくさんやってるので、ちょっと先生の写真載せることができなかったんですけどね、いろんな先生担当してくれてます。はい。この講座はですね、レックキャリコン養成講座受講生限定で実施している講座で、養成講座の同じクラスの受講生同士集まってこう練習していることが多いんですけども、最後は講師に見てもらいたいっていう方がね、おすすめの講座ですね。養成講座のロールプレイ練習と同様にですね、受講生同士3名1組でロールプレイを実施してもらいますけれども、1グループにつき必ず1名先生が入ります。講師が入ります。で、フィードバックを行います。まあ、3.5 時間で2回転ってね、もう忙しく実施します。慌ただしいんですよね。だからコンサルタント役を2回体験できます。特に面接試験の評価区分というのを意識して、実施、合格に近づけるサポートしていく講座ですので、ぜひ、レックの受講生の方は、こちらの講座を受けられるといいと思います。はい。では、最後にですね、お問い合わせ先です。申し込みお問い合わせはレック各本校、営業時間は各本校ホームページをご確認ください。レックコールセンター、電話0570-064-464になります。あと試験に関するお問い合わせにつきましては、キャリアコンサルティング協議会、
国家資格キャリアコンサルタント試験センターね、こっち QR つけておきました。こちらまでご連絡くださいね。はい。まあ、養成講座終了後ですね、試験まで間が空いてしまうっていうね、ところを力を落とさないように、さらに合格を確実にするために、レックの試験対策講座をご活用ください。ということですね。皆さんちょっとお申し込みお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。